皆さんこんにちは、マサでーすって感じでね、またやっていきたいと思うんですけれども、はい、これね、まあ察しの言い方ならもうね、ピーンと分かってると思うんですけどもね、またこの時がやってきました。うん。で、これね、ずっと前からね、去年の夏ぐらいかな、これやろうと思っててね、買ってたんですけどもね、まあね、いつも通り僕の部屋はおもちゃだらけで、どこに何があるかわからんような状態でね、これなくなってたんですよ。うん。だけどね、去年の大掃除、去年って言っても2023年の大掃除でね、見つかってね、これやろうと思って。だけどまあね、こくす寒いのにね、こんな、まあ夏っぽいやつしてもどうかなと思ったんですけどもね。うん。だけどね、これをやらなくてね、ちょっとね、一年は始まらないということでね、うん。こちら、ドーンって、ドーンって感じでね、これ、ホリホリシリーズ。うん。このね、貝殻コレクションっていうやつをね、やっていきたいと思います。うん。これね、本当の貝が入ってくるらしいんですよ、これ。うん、対象年齢7歳以上でね。うん。僕ギリギリアウトかな、精神年齢が。うん。海に眠る宝を掘り起こそうってね。全7種、プラスレア。これレア僕してますよ。うん。何か言いませんけどね。うん。どれが出るかを楽しみでね。これ、だからこれ乗ってるやつあるでしょ、これ。これ全部ね、これの、僕、はじめプラスチックはなんか、ね、偽物だと思ったんですよ。うん。そういったね、他のやってる方をね、ちらっと見たらね、これどうやら本物のやつの貝みたいなんですけどね。うん。あ、レア出てんだな、これ。真珠が出るんですよ、これ。うん。ほんまかいなーってね。ほんまの真珠、出んのかいなーって感じだな。普段がほんまの真珠が出るみたいでね。うん、これを狙ってる方がね、おられましたね。うん。独特な形と、色を持つ海からの贈り物ってね。奈良は海ないからね。うん、こういうね、海物になったらテンション上がるんですけども。うん。ラインナップはね、まあ後ろはここでいつも通りのね、うん。小難しいこと書いてるんですけどもね。うん。ここはね、一つ一つ言うてますと、浦島貝、うん、巻貝、うん、それで、枕貝、サンゴ。これサンゴいいですね。うん、この辺はなんか、うん、よう似たやつ感じで、巻貝はちょっと違うかな。うん、巻貝っていう人もいましたけどね。ま、うん、あれ、何やったかな。何のグループやったかな。すぐとは、最近の本当にね、人の名前とかちょっと忘れするんですけどね。うん。まあ、まあいいでしょう。うん。ザル貝。うん。まあ、ホタテみたいですね。うん。これは3つ揃えた武田久美子さんの水着ができるよって感じなんですけども。うん。これいいですね、これ。小悪機械。うん。で、これ折れそうですけどね、これ先ちょうどがね。都ボラとかね。これもホラガイみたいでよろしいですね。あと、パールですね。うん、パール。これがまあ、レア枠な、みたいなんですけども。で、これね、ホリホリシリーズね。まあ、調べていったらっていうかね、まあ、見ていったらね、あともう、セリアでやってるホリホリシリーズ、あとこれね、あとは石。宝石のやつしかもうありませんでした。だからね、これをね、どんどんね、コンプしていきたいと思います。感じなんですけども。それでね、今日の吉岡里帆ちゃんはね、バックにやっていきたいと思うんですけども、うん。レアがパールということで、このね、パールのね、装い、うん。パールの装いのね、里帆ちゃんをね、バックにね、今日の吉岡里帆、綺麗な背中ですね。これ絶品ですね。これもパールでしょ。パールのね、これをね、バックにね、やっていきたいと思います。ちょっともうちょっと後ろいからね。全部つらねえな。よいしょ。よいしょ。ドキドキドキロドキロって感じでね。これでやっていきたいと思うんですけども。よいしょ。映るかな、これで。これでね、やっていきたいと思います。やっていきたいと思います。って感じですよ。これね、なかなかね、まあね、そんなにええもん当たらないと思うんですけども、まあいつも通りね、dig it out で、まあね。そしてね、あれどこ行った？これ、まあ、また役に立てない筆なんですけども、これでね、やってたらね、ちまちま、まあ85って書いてますね、これまた。これまた85番。なんかこれまた、秘密の暗号なんでしょうかね。久しぶりだからね、これもでもね、表から行ったらね、多分ね、すぐね、出てくると思うんですけどね、真珠はね。これね、よいしょ。
パッサパサになるんですよ、これ。これね、ほらね、すぐにね、こうね、ベビーパウダーがね、触ったみたいになるんですけどもね、気ぃつけなくちゃいけないよって感じなんですけどもね、dig it out って書いてますね。うん。これを開ける、これやるのはね、こんなやつでね、ちまちまやったらね、なかなかね、出てこないからね。うん。こちら、ドーンと僕の秘密兵器ね、このドライバー。マイナスドライバーの方がいいですね。プラスでやってたらね、プラスの先っちょの方にね、これね、詰まっていってね、うん、取るのがちょっと苦労したんですけどもね。うん、これ多分ね、上から行ったらね、これ多分ね、すぐ出てくるような気するんですけどもね。だけどね、毎回そういうわけには、じゃないだろうと思うことで。これなんか当たってるぞ、もうすでに。もうすでに当たってるぞ、ここ。これ。これ上。これもうすでに硬いのが当たってんぞ、これ。これ持って出たかな、これ。多分これ、これやろ。これだと思うんですけどもね、ここね。りょうちゃん、パールじゃないですわ、これは。パールではないけどもね、結構ね、大きい感じですね。やっぱり本物の貝だけにあって、これやばいな、これパチっていきそうやな、これ。結構大きいな、これ。もっとちっちゃいんかなと思ったら。これは掘りがいがあるかもしれません、ちゃんと。これね、なんかね、綺麗に水に洗ったりとかあるさね。まあ、これ、いっぱい入って100円でね、売ってると思うんですけどね、セリアとかでもね。いろんなね、亀とかね、ああいうものを、ああいうものっていうか、ああいう動物を飼ってる方とかね、なんかどっかに、ボブジェとしてね、飾ってあげたらね、よろしいんじゃないですか。僕は亀も飼ってないしね、よいしょ。あれなんですけども、まあね、コレクションとしてね、ホリホリマスターのコレクションとしてね、やってるんですけどもね、全部揃えようかなと思って、揃えるっていうか、そのシリーズ全部集めるんじゃなくてね、セリア、とりあえずセリアのホリホリは全部やっちゃおうかなって感じで、まあね、やってるんですけどもね、ホリホリはね、これね、パキって、やばいな、パキってなったぞ。よいしょ。あ、結構大きいわ、これ。あ、そしてなんか冷たい。なんか、不思議な感じですな。あ、これガッチガチにここに入ってますな、これ。これは多分ね、ちょっとぬるま湯かなんかのとこでね、つけといてね、それでなんかほじ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 しなくちゃいけないような感じです。大きい。大きい、硬い、すごいって感じなんですけども。あれみたいですね。夢グループのあの女の人みたいですね。すごーい。安ーい。また夢クロームのガチャガチャもね、出るみたいなんですけどもね。これ、なかなか、悩んだ、ね、結局これは。なんだ罪はーってこれね。これかな。巻貝ですな。巻貝ですな。よいしょ。これですね。まあね。ちょっとかけたんかな、これ。失敗したかな、かけたかな。やっちまったかな、これ。ここ。な。まあだけどね。多分この中の部品、うまくなってますな。入ってますな。でもここ入ってたかな。多分違う。もともとかけてたんかな。その辺はよくわからないんですけどもね。思ったよりもね、大きい。貝でした。やっぱ本物ですね、これは。まあ、パールは出なかったんですけども、これが出ましたよって感じなんですけども、何センチあるこれ。だいたい4センチ。5センチ弱かな。細かいとこまでいったら。の貝が出ました。これはね、そこそこ、いいと思いますけどもね。だけどこれが5、6個入ってね、100円でね、多分売ってると思うんですけどもね。掘ることに意義があるって感じね。掘り掘りシリーズはね。まあ、あとはこれね。バスボールだったらね、この後ね、バスボールできるんですけどね。こんなんバスに、お風呂に入れたらえらことになりますけどね。これも捨てるしかないんですけども。という感じで、今回はこのね、掘り掘りシリーズ、発掘、貝殻コレクションね。をやってみました。真珠は出なかったですけどね。このね。まあ当たりのね、貝が出ましたね。まあよかったよかった。この巻貝ね。巻貝じゃん。巻貝ね。これは、外角が猛毒を持つ、
芋貝に似ており、危険な貝に、部類することで、自らの身を守っていると言われている。うん。まあ、どこの持ってるやつが真似っこをしてね、生き延びてるってやつですね。うん。という感じで、こういうね、ソフトクリームまがいのね、うんこちゃんみたいなやつが出ました。うん。という感じで、今回はこの辺でお別れしたいと思います。はい、今回はね、心情は出なかったけど、心情がよく似合う女性、吉岡りょうちゃんバイバイでお別れしたいと思います。はい。では、皆さん、また次の動画でお会いしましょう。はい。で、まったねー。バイバーイ。これすぐこんなに汚れてしまうんですよね。うん、お子さんとかいると方はね、ちょっと気をつけてあげてください。うん、では、まったねー。バイバーイ。